天皇陛下は間違いなく東京五輪に反対ですね。このままでは菅首相は陛下の顔に泥を塗り、そして我々の顔にも泥を塗ることになります。こんにちは。そしてこんばんは。白坂和也です。東京五輪をめぐる宮内庁長官の発言はインパクトがありましたね。宮内庁の西村泰彦長官は6月24日の定例記者会見の席上で、五輪の開催が感染拡大につながらないか、天皇陛下がご懸念されていると、拝察していると語ったわけです。これは陛下が直接そのような言葉を言ったわけではなく、あくまで西村長官がそのように感じ取ったということになってはいますが、これを西村長官個人の意見だと思っている人は誰もおりません。これは紛れもなく陛下の意思、陛下の考えそのものなんです。このようにですね、今や東京五輪は天皇陛下も黙ってはいられない状況になっている。東京五輪を中止にできない本当の理由って一体何なんでしょう。まずですね、最初に言っておきたいのは、冒頭で紹介した西村泰彦宮内庁長官の言葉、五輪の開催が感染拡大につながらないか懸念しているというのは、間違いなく天皇陛下の考えそのものであって、その考えを表明すること自体全く問題はないということなんです。なぜ僕がこのことについてわざわざ指摘するのかについては、一部の憲法学者から厳しい見方が出ているからなんですね。つまり天皇は憲法で政治的な行為が禁じられているから、今回の西村長官の発言は問題だと言いたいわけなんです。ここでいう憲法の規定とは、日本国憲法の第4条を指しており、そこにはこう書かれています。1、天皇はこの憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。つまり天皇は憲法に定められた国事行為だけを行うことができ、政治に影響を及ぼす国政に関する行為はできないと定められているわけなんです。しかしですね、ここで考えてほしいのは、オリンピックというものが果たして政治に影響を及ぼす国政に関する行為なのかということについてです。オリンピック憲章のオリンピズムの根本原則には次のようにはっきりと書かれています。オリンピックムーブメントにおけるスポーツ団体は、スポーツが社会の枠組みの中で営まれることを理解し、政治的に中立でなければならない。つまりオリンピックは政治的に中立、政治的には無関係だと言っているんです。よって天皇が原則的には政治色がないオリンピックというスポーツイベントに対し意見を表明するのは政治的行為には当たらないと解釈することが可能。ゆえに今回の西村長官の発言は何ら問題はありません。問題なのはむしろ日本政府や IOC です。オリンピックを政治の道具にしている日本政府、オリンピックを利権の温床にしている IOC こそが元凶です。今回西村宮内庁長官が天皇陛下の意思を表明したことについて、主だった閣僚はどのようなコメントを出しているのか。加藤官房長官、長官自身の考え方を述べられたと承知している。丸川五輪大臣、長官ご自身の考え方を述べられたものと承知している。2人とも全く同じコメントなんです。
そして肝心の菅首相は長官本人の見解だと理解している。つまり彼らは天皇の考えではないと決めつけているわけなんです。これについては2つの意味で極めて無礼であり、国民をないがしろにする傲慢な態度です。一つには日本政府は IOC やスポンサー企業には忖度し、あらゆる便宜を図るくせに天皇に対しては忖度もせず、天皇の意思を無視していること。二つには日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である天皇の意思を無視しているということは、つまり日本国民の意思を無視しているということ。そもそもですね、西村長官が天皇の意思を代弁していること自体、非常に重い意味を持っています。この西村康彦氏については、5年前の2016年週刊フラッシュ10月18日号が極めて興味深い記事を掲載しています。タイトルは、陛下のご意向に抗う安倍総理、宮内庁官邸直送不敬人事。この記事ではですね、天皇陛下の生前退位に驚いた当時の安倍政権が、その責任を取らせるべく当時の風岡範之宮内庁長官を更迭し、山本慎一郎次長を昇格させた。そしてその次長職の後任に送り込まれたのが、まさに警察官僚であった西村康彦内閣危機管理官だったということなんです。この意味するところは、同じくですね、警察官僚で内閣官房副長官をしている杉田和弘の下で、警察官僚による宮内庁の監視統制が徹底されるようになったということ。つまり当時の安倍政権が天皇陛下、今の上皇様の口封じを狙って送り込んだのが、まさに西村康彦氏だったんです。いわば西村氏は安倍政権の番犬のような存在で、宮内庁長官にもなった西村氏が、今は新天皇成人様の意思を拝察して、オリンピックに対する懸念を堂々と表明している。だからこそこの意味するところは非常に重いと言っているんです。それほどまでに今回のオリンピックはやばいということなんです。今東京五輪をやっても不毛な消耗戦になるのは誰の目にも明らかで、例えばこの間のウガンダ選手団の感染事例を見ても、水際対策がまるでダメなことがバレちゃいましたよね。これに対して政府の西村大臣なんかは、むしろ対策がきちんとしていることだなんて、まるでバカな発言をしているわけで、日本政府はこんな奇弁を弄するバカどもが感染対策したり五輪をやろうとしているわけなんです。で、なぜ東京五輪は天皇陛下が物申すほどこじれにこじれて、今なお中止にできないでいるのか、このことについて明確な回答をしているのがこちらの本、物江淳氏の空気が支配する国です。ここまで繰り返し、空気とは曖昧な掟のことだと述べてきました。誰が誰にどのような内容の掟を課したのかが判然としないため、さまざまな弊害が生じます。しかもただ曖昧なだけでなく動的であり、刻々と掟の内容が変化する上に、それを作った人間でさえコントロールできなくなる場合があります。誰が命じたのかわからないと、誰がその命令をやめてよいのか、やめることができるのかが不明です。インパール作戦の失敗が明らかになっても、なかなか作戦を中止できなかったように、やめるべきだと分かっていても実行に移せません。空気が支配する国というのは言い得て妙で、日本は空気によって物事が決められ、まさに東京五輪などは誰がやめてはならないと
決めたのかわからない、あるいは誰が中止を宣言すればよいのかわからない、そういったことがわからない空気に満ち溢れた典型事例なんです。天皇陛下の発言によって五輪が中止になったり、五輪開催に何らかの変化が生じたとしたら、それは民主国家ではないといった指摘は至極もっともです。しかし残念ながら戦後一貫して日本は民主制であっても民主主義の国ではありませんでした。民主制と民主主義についてはこの本にも書いてあります。民主制とは一部の人間ではなく、みんなで掟を決めるという単なる仕組みを指し、民主主義はそのために人々に行動を促す、いわば動的な価値観です。日本人がそれぞれの行動によって東京五輪を中止に追いやることが絶望的に不可能だとしたら、僕は今回の天皇陛下のお考えについては大歓迎です。ですね、今回紹介したこちらの本ですよね、物江淳さんという方が書いた空気が支配する国、この本なんですけども、この本ですね、非常に面白い本で、もう何が面白いかってまさにこのタイトルが全てを表しているんですけど、もう日本ってね、ほんとこう空気が支配する国なんだなっていうのがもうよくわかるんですよ。もう日本はね、空気が全てですね、もう絶対的な掟になっているんですね。でこの方は以前は確か、ネトウヨとパヨクっていう本も書かれていて、これもなかなか興味深くて面白い本だったんですけど、この方のですね経歴が早稲田の理工を、卒業された後にですね、東北電力に入社して、その後に松下政経塾に入ってるんですね。で現在はこれあれなんですよね、現在は地元福島で塾を経営する傍らって書いてあるんですけど、この方福島県の生まれで、それは僕と同じなんですけども、今現在どうも福島県福島市で塾を経営されているようなんですよ。で調べてみたら確かにこの方の塾はありました。でなんと僕の家から車でですね、もう15分もかかんないぐらいのすごい近くに住んでるってことが分かって、いやーなんかね、この方とちょっとお会いしていろいろ話してみたいなっていう、もう衝動に駆られている今日この頃なんですけど、一回会ってみたいですよね、この方ね。すごい面白い方ですよね。皆さんもぜひ物江淳さんの本読んでみてください。この方はとてもですね冷静な語り口で、一つ一つこうエビデンスを積み上げていくような論調というか、そういう書きっぷりでいるので、大変信頼できる方だと思います。それではまたお会いいたしましょう。